チベットのヒマラヤ山脈に属する山である。インダス川からブラマプトラ川に至る伝統的に定義されたヒマラヤ山脈において、この山は東部における主だった山寮であり、ナムチャバルはヒマルの山々の中での最高峰であるとともに、標高7600メートルを超える山としては、最も東に位置している。ナムチャバルは,は、チベット語であるが、その意味には、 複数の解釈があり、燃えるような雷電、天空に突き刺す長矛、天から落ちた石などと説明されることがある。日本語では、ナムチャバルワ、ナムジャクバルワなどと表記されることもある。ナムチャバルワは、チベット南東部の孤立した地域に位置しており、域外から訪れる者は、ほとんどいない。この山は、ヤルツアンポ川が、ヒマラヤ山脈を横切って、大峡谷を形成する。 大きく曲がった流れの内側に位置しており、川はリハン川に源を発し、最終的にはブラマプトラ川となる。ナムチャバルワに並ぶ峰であるギャラペリは、峡谷を挟んで2 2トル北北西に位置している。ナムチャバルワは、ヤルツアンポ川から5 0 0 0ルから6 8 0 0ルの飛行をもってそびえている。1976年に、 カラコルム山脈のバトゥーラサールが登頂された後、ナムチャバルワは世界最高峰の未登頂の山であったが、1992年に初登頂が果たされた。フランク・キング・ドン・ウォードは、1920年代に次のように書き記した。コンキーのチベット人たちの間に伝わる古い予言は、やがてある日、ナムチャバルワが散歩強国に崩れ落ちて、川の流れをせき止め、 川は流れを変えて、ドションラ峠を越えて流れるようになると告げている。この話を本に書き残した人物の肖像は、ポメケンパイの小さなゴンパに残されている。ナムチャバルワは1912年にイギリスの測量隊によって位置を確認されたが、この地域は1980年代に中国の登山家たちが登場を試みるようになるまで、ほとんど誰も足を踏み入れなかった。 このため、ナムチャバルワは、ギャラペリと共に、ヒマラヤに残された最後の秘宝と称された。登山家たちは、様々なルートを探索したが、頂上へはたどり着けなかった。雪崩の危険が大きく、1984年の中国隊は1日に500回の雪崩が発生したほどであった。1990年、中国と日本の合同隊が頂上へのルートを偵察した。 1991年には別編成の日中合同隊が7460メートルまで到達したが、だれのために隊員の一人であった大西博氏が遭難死し、隊は登頂を断念して撤退した。翌年、第三次の日中合同隊が南領に6カ所のキャンプを積み重ね、途中で内分峰を越え、10月30日に頂上にたどり着いた。この登頂では、 11名が頂上に立った。英国山岳会のヒマラヤンインデックスには、この初登頂以降の登頂の記録はない。ありがとうございます。